おはようございます。ワクワクメーカーの社長です。毎日筋トレ生活6日目ですね。しっかりと追い込んでいきたいなと思います。でちょっと昨日ですね、喋りきれなかったんですけれども、TI さんから、世界の TI さんからですね、コメントいただいてました。和歌山 CM の件ですね。こちらなんですけれども、8年ぐらいですね、ずっと和歌山に流れてる CM になりまして、おそらく和歌山で一番、和歌山テレビの中で一番流れてる CM なんじゃないかなと思います。でそれに15秒ぐらい、 CM って15秒ぐらいだと思うんですけど、に2秒出たんですね。で、その2秒にですね、テイク28ぐらいまで行きまして、ただ手振って走るだけなんですけれども、テイク28ぐらいまで行って終わった記憶はあります。はい。でまあギャラってどれくらい出るのかなって、ギャラも謝礼も出るんでみたいな形で楽しみにしてたんですけれども、終わったのが昼過ぎぐらいで、1000円の焼肉ランチ連れて行ってもらって、今日はこれで解散ですって言われて、すごい悲しくなったことを思い出しました。世界の TI さん、そんな辛い思い出をありがとう。では、筋トレ頑張ってきます。
疲れ様です、6日目終了しました。今日の感想なんですけど、かなり体重かったです。体はもうバキバキではないんですけれども、体が重くてなかなか動きが鈍いと言いますか、素早くできなかったり、思う通り行動できなかったりするんで、今日ちょっとサトシの方に、サトシトレーナーの方に、相談しながら、これどういうことなのかであったりとか、今後どうしていけばいいのかみたいなところも含めてちょっと相談してみたいなと思います。はい、もう明日で1週間終わるんで、そろそろ相談して、次の1週間どう過ごすのか、どういうトレーニングをするのか、どういう食事をするのかみたいなところも、ちょっと相談しながらですね、やっていければなと思います。その相談内容といいますかに対するこう解説みたいなところも、サトシトレーナー時間があったら、動画に上げてくれると思うんで、よかったら見ていただければなと思います。はい、ちょっと息が上がったり、喘息みたいなところも症状は出てきてはいるので、今日はもう上がってきたんですけど、明日もしっかりと追い込んでいきたいなと思います。それではまた明日。